だって時を超えても大丈夫って言ったけん、まあそこまではワープでやってくれるわけやろ。ってことはよし、戻そう。ちょっとペコパ的な感じになるけど、ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今何しよったんやっけ。めっちゃ体力やばいんですけど。持っていたら見せてくれ。どうしても必要なんだ。遠くまでよく響く楽器が。いやそれ、あそっか、それね。ね、遠くまでよく響く楽器って何？遠くまでよく響く楽器って何よ。オカリナしかないんですけど。待って、え、何？あ、なんか定期的に揺れよったっけ。遠くまでよく響く楽器。ダメだ、そんな小さな楽器じゃ遠くまで響かないよ。他にない？いや他にないんすよ。他にないんすよ。今私目の前でデクナッツになったけど大丈夫？喋れた。持っていたら見せてくれ。どうしても必要なんだ。遠くまでよく響く楽器が。あれ、さっきのやつどこ行っちゃったの？ごめんね、私だけど。私この姿でこれ見せたらさっきのやつって分かってくれる？何今の、なんかオカリナじゃないやつが構えてなかった？おお、それそれ、姫と同じデクラッパ。それならきっとうまくいく。何デクラッパって。ところであんた誰？デクラッパって何よ。そこが気になるんですけど。まあこの際どうでもいいや。とにかくオイラの頼みを聞いてくれ。ほう。オイラとデクナッツの姫さんは毒の流れ出してる滝をなんとかしようと滝の上にあるウッドフォールの神殿に行ったんだ。でも神殿は化け物の住処になっていて、途中で姫さんは化け物に捕まっちまった。デクの王さんはオイラが姫さんを誘拐したと思い込んでるからオイラの話を聞こうとしない。このままじゃ姫さんが危ないんだ。急いで神殿に助けなきゃ。オイラの熱い気持ち伝わった？まあ、はい。なんでいい家が先にあるん？そうか。ということは、オイラの代わりに姫さんを助けに行ってくれるんだね。うわぁ。それじゃあ今から姫さんに教えてもらった神殿に入るメロディーを教えるよ。奴らに気づかれるとまずいから、小さな音でやるよ。遠くまで響くやつやのに。待って、長い。あ、でも最初はこれあれか？見ながら押せるんかな？最初は。あ、やね。オッケーオッケー。でも多分これ、今教えてもらったこの場ではそうやけど、多分その実際に神殿に入る時になったら、目覚めのさなた？実際に神殿に入る時になったら多分、覚えてやらんといかんやつやろ？うん、そういうのやめていただきたいよね。めっちゃこっち向いてますけど。みんなめちゃくちゃこっち向いてますけど、だって遠くまでよく響く楽器やもんね。あ、遠くまでよく響くんやったら、あ、これでもう開いたってこと？目覚めのソナタを覚えた。深い眠りについたものを目覚めさせるメロディーだ。聞いたか皆の者。デクナッツの王族しか知らぬこのメロディー。やはりあのバカザルが我が神殿に入りたいがために姫をたぶらかした証拠じゃ。皆の者、猿のお仕置きを始めるぞ。なんか言い方かわいいな。うわ、踏みつけられたんですけど。ウッドフォールの神殿に行くにはデクナッツたちが使っている近道を使うといいよ。あ、あったやつやね、途中に。とにかく急いでくれ。早くしないとオイラデクの王さんにお仕置きされちゃうよ。それは間に合わんのじゃない？だってもうすでにされそうやもん、お仕置き。これはもうあれですか、入れん感じっすか。話せよ。あ、喋る。あれほど国王の間以外のところに入るなって言ったっぴ。特別、あ、普通に入らせてくれるんかーい。追い出されたけんもう無理なんかと思ったよ。まあもうそちらに用は今のところはないんすけど。でこっちよね。ウッドフォール近道デクナッツのみしようか。デクナッツのみしようかってどういうこと？あー無理、届かない。沈む。とりあえずこっちから行かんといかんのか。待って、え、
ここの上ってことやろ。よいしょ。ウッドフォール近道、あ、同じやった。これがあるけんデクナットのみってことか。待ってね。待って、はい、あ、おしっぱじゃないとポッてならんのやね。なるほど。え、今ラストの日の朝方ってことよね。朝方の10時ってことよね、これ。え、なんか飛んでる。え、怖い怖い怖い、やめてやめて。無理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 だって。めっちゃキモいんやけど。痛ーい。めっちゃキモいんやけど、見た目。無理ー。近づかないでもらえます？なんかあそこ入っていけそうやけど。でも多分こっちよね。え、きっしょ。めっちゃきっしょいんやけど。あー、ねえ、落ちたよー。誰に向かって言うんか知らんけど、落ちたよ。うーわ、どここれ。え、待って、どここれ。ふう、別に上から行くわけじゃないってこと？え、あの下のとこ行けるんかな。クモの巣が張っとったとこ。ね、ここどこなん。私は今、あ、ここ。いえー、来た。あそこに行けばいいんかな。あーもう。あーもう。くそ、いけんかと思った。ねえ、なんかめっちゃでかい袋を。ほう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 、これは珍しい。お前は妖精の子じゃな。あ、ちゃんと分かってくれる。こんな毒に侵された町に何の用じゃ。用がないのなら悪いことは言わん。早く人里に戻った方が良いぞ。お前がいる頃の町は守護神を失っていずれ消え去る運命じゃ。まあそれは野町に限ったことではないが、それでもなおこの先に住む勇気と決意がお前にあるのなら、一つ良いことを教えてやろう。ここに来るまでにお前はわしによく似た石像を見ておらんか。ああ、何回も切りつけてきたやつ。あれはこの世界の運命を変えるであろうものが現れた時役立ってもらおうとわしが各地に置いたものじゃ。お前がその石像に出会いの証を残していれば、わしの足元に刻まれた歌がきっと役に立つじゃろう。よく覚えておくのじゃ。お前が歌を奏でた時から時場所を超え、わしらは永遠に友達じゃ。何？ワープができるようになるってこと？石板に音符が刻まれている。いや、あれなんかさ、役に立つみたいなこと言おったし、一応証ね、刻んできよったんやけどさ、何にも使えんやんって思いよったよね。何何何？大空に羽ばたく翼をその胸に。何？歌詞？歌詞？曲名じゃなくて？はい。不気味な音楽だな。退翼の歌。これでワープができるってことかな？じゃないとあの石碑のね、意味そんなないよね。退翼のつば、退翼の歌を覚えた。退翼の石像に一緒に、おー、やったー、飛んでいけるメロディーだ。助かるー。それめちゃくちゃ助かるー。ほっ。ここかな？関係ないかな？あ、ここっぽい。ねま、私体力がないんやけど。え、これさ、ゲームオーバーになったらさ、どこから始まる感じなん？セーブした地点からとか？お、え、とりあえずあれかな、どこでもセーブやっとこっか一旦。はい、どこでもセーブ完了。こういうところがね、痛い。邪魔なんだけど、めっちゃ弾き飛ばされるやん。これで攻撃を。痛いって。あ、もう体力がないよ。うん、どこに行けばいいんだ、一体。
待って、人間の姿になればいいんかな。やっぱ剣いるよね。いた。無理やん。ちょっと待って。じゃあ一旦どこから始まるか見るね。普通にセーブ地点からかな。あ、吹っ飛ばせた。やった。よっ。うまく当たってなかったんやな、おそらく。じゃあこれ使ってあっちに飛んでいく。落ちた。ちょ待って、一回沈もう。てい、間違えた。私今回転してさ、あ、なんか宝箱ある、あそこ。ねえ、とろとろ。でもうまくいけるかな、あれ。てかこれさ、何時まで？届かねえ。届かねえ。じゃあ一旦あっちのなんか櫓みたいなところに行かんといかんのかな。なんかお祭りの櫓みたいなあったやろ。あ、これこれこれ。これ何？ボタン？わからん。これってデクナッツの印じゃない？ここでお祈りでもしてたのかしら。それは知らんけど。これか。あ、てかこれ、ちょっと待って。ここを切っとけばここまでワープしてこれるってことや。よし。よっしゃ、よっしゃ。やったね。多分レクナスの姿になっとかんといかんのよね、これ。どっちにしても人間の姿じゃ落ちた時のダメージがね。あ、これ何？別に何でもない。わからん。こっからやったらいけるんかな？でも結局遠いような気がするけど、いや、届くか。あ。よっ。取ったアイテムは消えんよね。青いルピー。私的にはそこまででもなかったけど。あ、でもこれ落ちたらさ、あれか。宝箱のとこに戻る？あ、ですよね。こっちに行けばいいんかな、じゃあ。お。また。また嫌なやつが。どこ行くんやろうな。今1時ない。くそ。いて、めっちゃ飛ばされたんですけど。超飛ばされたんですけど。これどこに向かえばいいんやろ。ちょっと待って、とりあえず一旦ぐるっと回ってみて。あ、なんかそこらへん。落ちた。今一瞬足場ついたけんいける。あ、いけた。よし。ありがとうございます。ちょ、マジでさ、周りでブンブン飛び寄るの邪魔。どこに行けばいいんかな。あそこにもなんか宝箱あるね。ちょ、飛んでこう。ねえ、なんなん君。こっちはね、時間がないんすよ。はぁ、腹立つ。おります。よし。なになになに？デクの棒を手に入れた新アイテム画面でセットしよう。ほうほうほう。デクの棒は、デクナッツ状態の時の武器ってことか？剣的な。あ、燃える。松明としても使えるんか。そっかそっか。で、一旦落ちるね。もう2時なんですけど。てか、ちょっと進行方向どうやって向くんやっけ。これでいいんか。撃たないで。なに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 、なんかすごいものっぽい感じがする。中入ったよ。ハートのかけら。なるほど。あと1個で体力アップ。まあ、とりあえず回復ができたけん。え、次どこ行けばいいんだ。あそこにもなんか宝箱あるよ。じゃあそこ目指すや。とりあえずね。最終的にはあそこの中に入ればいいんかな。え、あそこ来た場所か、もしかして。わからん。どこから来た、私。全然把握できてないけど、どっから来た。赤いルピーを手に入れた。20ルピーだ。意外と嬉しい。とかは別にいいんですけど。ね、私、え、ここ来たところよね。
間違えた。ねえ、どこに行けばいいの私。下左上、下左上、はい。で、あそこを選択すればマップかなんかで、ウッドフォール、これ、これかこれか。来たー。でさ、ここであれじゃない、あの、何やったっけ、あれを吹くんやないん、目覚めの歌やったっけ、そんな歌やった、目覚めのソナタ。上左上左 A 右 A、 間違えた。上左上左 A 右 A、 OK。 儀式って言う、なんか遠くまで響くやけんさ、もうあれでできたんかなと思ったけど、そういうことじゃないってことよね。で、何、沼から出てくる、そういうことか。出てきた。で、ここから飛んでいくと、ふう、やっと進めるぜやっとやっと進めるぜ。びっくりした、つけんのかと思った、一瞬。やめてよ。ウッドフォールの神殿。あ、ここがやっと神殿なんやね。ふんふんふん。え、あそこになんか大妖精の、はぐれ妖精おるんやけど。あ、違う違う違う。ん？あ、なんもないんか。え？なんも、妖精出てきた？今。あ、どうもどうも。これあれか。妖精出してじっとしとけば回復してくれて、パッて空き瓶使えば捕まえれるってことか。え、ねえ、どこ行けばいい感じ？なんかはしごあるよね、ここ。ちょっと待ってね。一応、ちょっと待って。あの、はぐれ妖精めっちゃ気になるんやな。え、今なんか、雲おらんかった？なんか下敵おる？うわ、なんか下にめっちゃ、あー、あの黒いやつらか。やだ。あれ嫌い。で、あっち側に飛べるか？そこ、いけるかな？うわー、ギリギリ。んで？あ、あっち行くんかな？よしよしよし。え、届く？うわー、ほらほらほら、雲雲雲。降りてくるよ、これ。え、これ開けれる？あ、開けれた。よかった。う、臭い、この匂い。ドクロ沼と同じ匂いがするわ。はあ。あそこに向かえばいいって、あれに何か捕まっとるってこと？待って、4時なんやけども。時間。これ確実に時間やばいやつよね。戻すか。戻すか。だって時を超えても大丈夫って言ったけん、まあそこまではワープでやってくれるわけやろ。ってことはよし、戻そう。ちょっぺこぱ的な感じになるけど。時を戻します。え、どれやっけ？え、時戻すのどれ？時の歌でいいんやっけ？え、時の歌やった？多分この中にあるよね、きっと。右 A 下、右 A 下、はい。よしよし。え、戻る？セーブして最初の朝に戻りますか？お願いします。お願いします。ちょっと時間がギリギリすぎて絶対いけない。最初の朝、あと72時間。よし。
で時間の流れをゆっくりにさせるやつしとった方がいいよね。ほら、ウェビクリームをやめて。ほら、素晴らしいよ。まだ初日の朝6時よ。もうこんなとこまで来とるよ。これはもう必ず降り、うえ、びっくりした。めっちゃびっくりした。必ず降りんといかん感じかな。うわぁ、なんか確実に、囚われたら食べられるであろう花があるな。こっからジャンプできる？あ、いけそうな気もするんやけど。いけなさそうな気もする。ひえー。待って。これは、どこから行けばいいのかしら。あっちに、あそこから飛んでいくってこと？でもな、ちょっと待って。一旦。とりあえず降りるか。これ絶対的やね。お！はぐれ妖精捕まえた。これで一人目だ。なるほど。このウッドフォール神殿内に、まあ、その、はぐれ妖精がいっぱいおって完成させれるってことか。これ鍵は？鍵は持ってないじゃない。いやー、すいません。なんかめっちゃ怒られたけど。これは、あれ食べられるよね。もしかして攻撃したら、攻撃したら普通の葉っぱになったりとかもないか。なんか下にさ、他に足場があったりとか。もなんかあそこめっちゃ封印されとるっぽいはぐれ妖精がおるけど。ちょっと一回行ってみようか。なんか普通に行けた。普通に行けたけど、ほう？ちょっと待って。届かないね。届かんってことは、ちょっと一旦もう一回上に上がる。ちょっと待って。また復活しとるんよね。はっ。デクの棒めっちゃ稼ぐ。なんかあそこめっちゃ虫集まっとるな。あれ敵なんかな。こっちの方なんか、壺がいっぱいあるってことはなんか意味あるんかな。お、はぐれ妖精か。これで二人目。とりあえず最初のとこにおったはぐれ妖精も最終的にはちゃんと回収しよう。最終的にはね。とりあえず今はちょっと置いといて、届かねえ。これ届く？ギリギリ届かんねえけど。マジか。待って、これさ、これさ、どこにも届かなくない？ちょっと待って。積んでないよね。いけた。よかった。いけるとこといけんとこがあった。ルピー落ちた。取れんのかーい。ここ入っていけるね。この花こんな見た目やけど、危害は加えてこないのか。あ、宝箱あった。あれかな？一瞬乗る分には大丈夫やけど、しばらくとどまったら、パクって閉じられる感じかな。どこに行けばいいんやろ。でもあそこ登れんよね。これどれぐらい飛ぶっけ？あ、いけるか。あ、高さ的には全然いけるね。いいよ。あ、鍵。小さな鍵を見つけた。鍵付きドアを開く鍵。ここでしか使えない。ふんふんふん。ま、そのダンジョンで、えい。ちゃんと鍵があって、外に出たらもう使い道はないってことや。あの虫も別に攻撃してくるわけでもなさそう。届かなくね？まあ、牙を持っとる、こいつらを利用していかんといかんってことか。
別にダメージ受けてないよね今。うん。んで、あそこにも扉あるんやけど、え、どっちから来た？こっちから来たよね。一旦こっち行くか。でその後で戻ってちょっと鍵開けよう。あ、イエーイ。え、なんか亀いっぱいおる。とてつもなくやめていただき、え、これはさ、あれですか？あの、倒さんといかん感じ？無理ですって。なんか、デクバナがいっぱいあるんやけど、これは一体、上から、デクの実を下ろしての、攻撃とかってこと？それか、甲羅を踏んづけたら、大丈夫とかいう、なんかマリオ方式やったりとか、素早くて踏んづけれねえ。どうすればいいんだい。ちょっと一旦あの鍵のついた部屋の方を先行こう。あ、鍵ちゃんと持っとる状態なんやね。なるほど。あ、でよし、回収回収助かるめっちゃ助かる。んで、なんかめんどくさいけん先に妖精回収しときたくもあるんやけどあるんやけど、まあ、とりあえず置いとくか。なんか下のね、下のあの敵たちにやられそうな気がするけん。じゃあもうこのまままっすぐ鍵のついた部屋に行けばいいってことやね。オッケーオッケー。先にね、進めそうな方に行っておきます。あの何、スナッパー、スナッパーやっけ。あいつの攻略法がわからねえ。よし、何あれ、ムジュラの仮面みたいなマークあるけど。これくらいの重さなら軽いもんでしょ。ぼーっとしてないで、A で掴んで、スティックで腰を使う。あ、押せって。おー。めっちゃ重そうな感じの見た目やけど、いけるんやね。なんかさっきあっちの方にさ、スタルチュラおったよね。この上におる気がするんよ。ほらー。あ、やめて、落とさないで。タルチュラマジで嫌いなんよね。あ、びっくりした。あ、そっか、いろんな方向から押して進んでいくんやね。なんかこっちの方に持ったりする？おらん？ここ松明に火つけんといかんのやねん。え、ただね、ただね、私マジで、あ、あったわ。デクの棒あるやん。ここに、人間の姿じゃないと持てんのか。なるほど。待って、一旦外すね。その辺に火あった？一旦外して、なるほど、黒くなっとるけん分からんかったんかな。あ、危ねえ危ねえ。これ、毒の沼に落ちたら、リンクの状態じゃ、ダメやもんね。あ、ここにも火がいるんか。え、ここ下、足場ある？見えないんすよね。でもあるような気がする。降りてこいよ。背中向けろよ。痛い。ピッ。つらいよー。はっ。ね、もしかしてみじんもダメージ与えれてなかったりとかする？お、いけたいけた。お、はぐれ妖精やん。これで3人目。あの、同時に回復とかもしてくれていいんやけどな。よいしょ。うっしー。消えた。
え、着いた。どういうこと？なくなった。なんでさっき一瞬消えたん？もうあるんだかないんだかはっきりしていただきたいわ。植え付けんでいいんかな。とりあえずなんか空いたけん進もう。え、なるほど、君らか。君らは普通にやっつけれるんだな。オッケーオッケー。さあ降りてこいよ、降りてこいって。あーやめて。あ、いや問題はさ、あの亀の方なんよね。亀の方は結局あのお腹側を見せてくれんとダメなわけやろ。おお、宝箱現れた。ってことは亀の方もってことか。なるほど。さっきのハートは回収できたのか、そのまんま。おお、やった、回復できる、イエーイ。あ、なんかすごいもの？ハートのかけらかな、また。あ、コンパス。ダンジョン内に隠されたいろんなものの場所が分かった。なるほどね。